ございます。あーちょっと病院に行かないといけないかもしれない。あーこれなんだろうな、自分でもよくわかんないんですよね。心臓に関係する病気なのか、はたまたコロナなのか。でももしコロナだとしたらいきなり病院行ったらまずいと思うので、電話して一応聞いてみて、もういやこれまずいだろうなと思って調べてみたんですね。ネットで診断できるやつがあるんですよ、 AI 受診。めちゃめちゃ質問数多くて、なんか15分ぐらいかかったんですけど、答えるのに。そしたら、あなたの状態は今すぐ救急外来受診が必要な症状がありますって出てきてまああくまでこれ多分 AI だからだとは思うんですけど、胸が締め付けられるような感じの痛みがする、その胸の痛みの頻度がほぼ毎日出ている、症状から疑われる病気は伸縮等陽性不整脈、または急性気管炎、いや気管炎ではないと思うんですよね。安定狭心症、胸の痛みのセルフチェックに関しては非常にまずいと。あなたの胸の痛みやばいですよっていう位置にある時々呼吸がしづらくなるというかでこれがストレスによるものなのか、なんか調べてみたら、あの胸の痛みは新型コロナウイルスの可能性のある症状ですって書いてあって、あ何かに行ったらいいんだろうな、こういうのって分かんない、なんかどこの病院に行ったらいいのかが分からない。いやもうショックすぎる、マジで。なんなん、本当に。医療従事者の方々、皆さん本当に、まずね、大変な中、本当お疲れ様です。そうなんだけど、あそこの病院だけは何なのかが分からなかった。うわぁ。胸の真ん中、この辺がずっと圧迫感があるんですよ。こう、なんか、すごい苦しくて、痛くてっていう、こうなんか胸の真ん中あたりがずっと、忙しいね。痛いんですね。痛いし苦しいのが数週間続いてて、一日に数回グッて来るんですよ、急に。で、僕今日病院行ったんですね、もうとうとう。マネージャーにも話して、ちょっとお仕事一旦お休みにして。で、病院行ったんですけど、病院が、その一個は普通の総合病院。で、その隣に、こういう心臓系、心臓内科系、なんて言うんだ、心臓関係の専門のクリニックが隣にあったんですね。そこが系列のところで、そっちに行ったんですよね、心臓の方が痛いから。で、まあ、熱もちょっとあったじゃないですか。僕、平熱 36.5 度で、で、今朝測った時 36.9 だったんですね。で、まあ、ちょっと微熱だなと思って。で、問診票とか書くじゃないですか、初回だから。で、そこで僕もう全部書いたんですよ、今ある症状を。なんか胸の真ん中が締め付けられてるような感じもあるし、真ん中あたりが圧迫感があって、ドキドキ、なんか動悸、胸の動悸もあるし、大きく息吸うと、なんかグッてなったりとかもするみたいなのも書いて、あと、熱がちょっとあるって書いたんですね。多分そこで一気に今日のもうあれが変わったんですよ。熱があるっていうだけで、その問診票を出した瞬間に一気に変わって、ちょっとここじゃなくて外の入り口の方に行きましょうって言われて、中じゃなくて入り口の、その病院の入り口のところに椅子に座らせられて、めっちゃ寒いんですよ。そこで、あの、看護師による問診とかもあって、あ、また熱もあるんですよって話もして、なんか心臓このもうほんと2週間3週間ずっと苦しいので来たんですけれどもって話したら、ちょっとお熱があるようなのでこちらに行きましょうって言われて、心臓専門のそのクリニックの隣にあるその総合病院の方、そっちに看護師と一緒に行ったんですよ。え？と思って、なんでそっち？と思って、そっちは心臓関係の内科がなかったんですね、最初ネットで調べたら。壁向けに椅子が置いてある部屋に移動させられて、そこに一個座らせられて、あ、これもコロナ疑いで完全にこっちに移されてると思って、もう熱があるっていうだけでもそっちに移動させられて、で、看護師さんに、いや、僕ちょっと心臓が痛くて来たんですけどって話しても、とりあえず熱があるようなのでって言われて、で、血圧測って、熱もっか測って、指なんかこうパチンってやるやつもやったり、別の看護師さんが来て問診だったんですね、こう、会話なんですけど、僕は椅子に座ってて、要はこっち壁だとしたら僕、こう座ってて、看護師さん後ろ斜めにいるんですよ。で、振り向かないでくださいねって言われてて振り向かずにこのまんま、あの、問診をするんですマスクした状態でね、もちろん。で、僕は心臓の周りが痛いって話を全部して、若干微熱だった気がしますって話して、もうそしたらまたしばらく30分ぐらいそこでずっと待たされて、で、その後こっち来てくださいって言われて、完全なる個室に移動させられたんですね。え？僕コロナ？と思って、何もまだ、何もやってないのにと思って、咳も何もないのにと思って、で、味覚とかの症状とかの、あの、もちろんそういう問診も全部聞きましたよ。
事前にね、看護師さんに。まあでも無症状っていう方もいらっしゃるじゃないですか、コロナで。だからそういうのも多分懸念しての、そういう個室に移動させられたと思うんですけど、そっから1時間半、でその部屋も換気をしなきゃいけないってなって、窓開いてて換気扇だけついてて超寒い中、もうそこで1時間半ずっとこうやって待ってて、で1時間半待ってようやく医者が来たんですね、先生が。あ、やっといろいろ話せると思ったら、医者の先生来て、あの壁のある、なんだ、透明のこの壁があるところに向こう側座って、問診するのかなと思いきや、近づいてきて、どうしましたって言われて、先ほど問診票に全部書いてあると思うんですけども、全部看護師さんに話しましたって言ったら、2秒ぐらい見てたんですよ、その問診票。ああ、で見た後に、なんていうの、聴診器、なんていうの、それを何回か当てて、で当てながらした会話が何だと思いますか韓国人って言われて、あ、はいって言ったら、あ、私はね、 K-POP はずっと演歌だと思ってるんですよって言われて、あ、はぁって言ってる間にも後ろ回って、後ろもこれやって、でそのまま出ていきました。じゃあお薬出しますからねって言って出ていきました。え終わり。先生いた時間わずか10秒、多分リアルに10秒です。本当に1時間半待って10秒、胸これ当てながら、 K-POP は演歌だと言われて、いやまさかこれで終わりじゃないよなと思って、またそっから 2,30分待って、そしたら看護師さん来て、今処方箋出しますからねって言われて、え、何のですか、お会計もこちらですって言われて、その個室の中で、処方箋って何ですかって聞いて、あの風邪薬のですって言われて、え僕は心臓が痛くて最初来たんですけど、別に咳も鼻水も出ないんですが、え、特に PCR 検査とかもやらないんですかって聞いたら、あ、ここではできないんですって言われて、 PCR 検査やるんだったらなんとかなんとか病院、まあ、名前ちょっと控えますが、なんとかなんとか病院じゃないとできないですって言われて、結局処方された薬、風邪の薬が心臓の痛みも止めますのでって、はあ、じゃあお大事にどうぞって言われて、お会計2000円ぐらいして、問診と聴診器数回当てながら、 K-POP は演歌ですって言われて、いやマジで僕は心臓が痛くてもう我慢できなくて病院行ったのに、何なんだこれ、葛根湯とかもらってるからね、薬のあの説明のやつあるじゃないですか、それもらったやつ、鼻水鼻詰まりの症状の緩和、咳を鎮め、痰を出しやすくする、咳も出ないし痰も出ないよもう熱がちょっとあるって、いや心臓痛くてさ、グッてなってるから熱がちょっとあるのかもしんないじゃん、マジで、うわ謎だったな。確かにその心療内科専門のそのクリニック入ったら、おじいちゃんおばあちゃんがもう半数以上で、あとは中年のお母さんお父さん世代の方々がいて、で僕一人多分ね若い世代がいたから、もう完全にコロナ扱いですよね。まあね、もし本当にコロナだった場合さ、おじいちゃんおばあちゃん移しちゃったらもう最悪だから出てって正解だけど、いやだとしてもさ、風邪じゃないよ、風邪じゃないよ僕は。PCR 検査受けられるっていう方の病院に行こうかなと思います。疲れた、本当に疲れた。で、一応ね、コロナかもしれないから、どこにも出かけないですし、誰にも会わないです。はい、ご安心ください。いやー、まあコロナじゃないと思うけどな。まあ無症状もあり得るとは言うけどさ。結局だから、何も状況は変わってないです。今日の朝と。別に PCR 検査もされてないから、コロナかどうかもわからないし、心臓に病気があるかどうかもわからない。風邪って勝手に診断されて、風邪薬も山ほどもらってきて、約3週間続いてるこの心臓の痛みと圧迫感は何も見てもらってもない。ただただ K-POP は演歌だと言われて風邪薬もらってきただけです。なんだよ K-POP 演歌って。